マングリーマー M1 マングリーマー M1 は第一次世界大戦のイギリスの試作複雑戦闘機である。機種の単発エンジンで両翼のプッシャー方式の2つのプロペラを駆動する構成で重視の広い社会を得ようとした試作だけで終わった。模型飛行機の設計、製作で有名であった学生のレジュナルド・エフマンと その教師のロバート T ・グリマーが共同で、ロンドンでマングリマー社を設立した。第一次世界大戦が勃発すると、複雑戦闘機の開発を行った。射撃を行う観測士の社会を広く取るために、機種のエンジンから、シャフト、チェーンで主翼の中間に設置したプッシャー方式の2つのプロペラを駆動し、観測士はエンジンの直後の高い位置に登場し、パイロットは、 主翼の後端の位置に登場するというレイアウトを採用した。二丁間の副容器で主翼前縁に交体角が付けられた固定客の機体であった。1915年2月19日に 100HP のアンザニエンジンを搭載して変動飛行場で初飛行を行ったが複雑な駆動系の問題に悩まされて試験飛行は遅延し、また馬力不足であることが判明し、 最高速度は時速 110km に止まった。性能向上のために 150HP のアンザにエンジンに換装し、改造を加えて最高速度は時速 137km に達した。イギリス航空部隊の評価を受ける計画が立てられたが、1915年11月16日に高度記録に挑戦した飛行でギアボックスの破損のために不時着し、 機体が損傷を受けたため実現しなかった。引き続き、マンは、性能向上型で、時速 160km の速度を目指す M2 の設計を行ったが、資金不足で、試作機の製作は実現しなかった。ウォープレーンズ・オブ・ザ・ファースト・ワールド・ウォー、ボリューム1ファイターズ、ありがとうございます。